すごいんですよ。だからコンビニでも見てるし、このホテルについてる高級レストランと、で居酒屋でもやっぱその捨てられてるのを見てるんで、自分でやっぱえげつない量ですよ。1日で出る量なんてとんでもない量ですからね。そうでは始まりました。英語長文背景知識講座になります。今回はですね、フードウェイストっていうやつですね。2019年、2020年にめちゃくちゃ流行ったやつです。まあ2020年、2019年だけでフードウェイストっていうのが出てきたのはこんだけあるわけですよ。長文中にね。慶応医学部もね、こう大問丸々出てきたりとか、慶応の小学部でも短いやつでしたけど出てきましたし、すごいいっぱいあるわけです。で、日本だと食品ロスって結構言うと思うんですね。だからフードロスってどれくらい使われてんのかなっていうふうに見てみたんですけど、フードロスって入れても2010年から2020年まででこれだけの大学しか出てないんですよ。だからやっぱりフードウェイストっていう言葉の方がまあ定着してんのかなっていうふうに思うんですが、まあ一応見ていきますね。定義の方もいろいろとあるみたいなんで、見てみたら結構面白かったんで、その辺のことも話していきたいと思いますね。まずまあこのネット上のね、無料のやつにあったやつなんですが、 Don't waste it って書いてますが、それを減らすためには Buy it with thought ですね。ちゃんと考えてですね、買う。そして Cook it with care ですね。はい、 with care 出てきますね。入試で carefree の意味ですね。 Use less wheat and meat。 wheat が意外でしたけど、まあ陰踏んでますね。 wheat とミートで、まあ、きっとコメント欄にですね、ウィートを減らした方がいいわけとかって書いてあるかもしれないですけども、ミートを減らすっていうのはね、まあよく言われることですね。これはいろんな、まあ、地球温暖化の問題だったりとか、さまざまな環境に関してね、ミートを減らしましょうみたいなのは出てきたりしますね。で、buy local foods ね、はい、ローカルのものを買いましょう。まあこの辺に関しては後でちょっと説明のところに出てきますけど、ね、地元のもので直接買った方がフードウェイストを減らせるなんていうふうに言われます。で、serve just enough。そうです、もう十分なものだけ出しなさいとね、大量に出すみたいなのをやめなさいと。で、 use what is left ね、はい、残り物を使いなさいとね、はい、こういった形でね、こんなん知っといた方がいいんですかって思うかもしれないですが、英作文でめちゃくちゃ出ましたから、いろんな大学の自由英作文でこのフードウェイストは出ていますので、フードウェイストでしかもあなたが何をしなきゃいけないですかみたいなですね、何ができますかみたいなね、よく出題されるので、ここはぜひ押さえておきましょう。ではこの定義なんですけども、引用してます。あ、引用元あの概要欄に全部貼ってありますが、食品廃棄物って言われるものにはですね、野菜の皮や貝の殻などもともと食べられない部分、非可食部と本来食べられるはずの可食部の両方が含まれていると。そうなんですよ。食品廃棄物のうち後者を捨てることをフードロスと言いますと、一応こういうふうに定義づけされてますね。だからフードロスって言葉自体は入試問題あんま出てこないんですね。日常使われてはいないんですけど、一応フードウェイストとフードロスは違うんだよっていうことです。フードウェイストとフードロスどう違うんだって言った場合に、このですね、でっかい部分がフードロス&ウェイスト。まあ、論文とかですね、いろいろネット上で見たのにも、フードロス&ウェイストって書いてあったりとか、または単にフードウェイスト。そうです。フードウェイストの方が広い意味で使われているので、だからもっとよく出てくるのかなっていう印象ですね。で、フードロスの部分っていうのは、食品廃棄物のうちの可食部、特に作ってたり、製造加工、流通のところで捨てられたりするとかね、これ、ふさわしくないな。っていうのに対して、でフードウェイストと言われるのは小売店、つまり普通のお店ですね。普通のお店から消費者に渡る、ここの部分で出るのはフードウェイストとなるわけですね。で、多くの人に関係あるのはここじゃないですよね。生産現場じゃなくてこっちなんで、さらにこれ全体もフードウェイストっていうことが多いので、やはりフードウェイストっていう単語がよく出てくるっていうのはわかりますね。まあ、だから一般的に入試問題で出てきた場合は、食べれる部分なのに捨てちゃってるっていうね、その部分について多くなるんじゃないかなと思いますね。果物の皮とかそういう話ではないところに出てくることが多いですね。で、2017年のですね、per capita food waste of selected countries worldwide in 2017ということですね。2017年の一人当たりどれぐらい捨ててるかっていうデータですね。あ、per capita ですね。大事ですよ。これ出てきますからね、入試問題。はい。一人当たりって知らない人多いですね。そう、オーストラリアが361キロで一番なんですね。そしてアメリカが1位だと思ってましたけど、まあデータによってはアメリカが1位って出てくるのもありますね。ターキー、トルコってね、なんかすごいなと思いましたけど、そうなんだと思って、スペインがあって、で、日本が5位に乗ってますね。まあ他のデータで6位のやつもありましたけど、1人当たり157キロぐらい1年で捨てる、それぐらいフードウェイスト大国ですから、日本っていうのはね。で、食品廃棄物等の発生状況、いろんなね、ところで捨てるところが出てくるんですね。この事業者だったり、一般家庭だったりで捨てるところがすごく出てると。で、廃棄物ぐらいで2759万トンと。で、うち食品ロスと考えられる部分、可食部分と考えられるのは643万トン捨てられているよってことです。で、その中で事業関係ですね、の中だと、だいたい
規格外品とか返品、売れ残り、食べ残しっていうのが352万トン。352万トンってね、想像ができないですね。トンって1000キロだから、簡単に言うとウルトラマン100体ですね。わかんないですね。で、家庭の方でも食品廃棄物789万トンで、食べ残し、過剰除去、直接廃棄とか291万トンと、こういうふうにね、まあ自分自身もコンビニで働いてましたから、コンビニの廃棄ね、まあおにぎりとかね、やっぱめちゃめちゃ捨てますから、こうビョン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 投げてましたからね、カゴにね。そう、それぐらいすごく出るわけですよ。弁当とかね、すごい量でしたよ、やっぱり。恵方巻きの問題とかね、めちゃくちゃ捨てられちゃうことになってて、クリスマスケーキとか、ああいうのすごい問題になりますよね。問題はその英作文で私たち何ができるのかっていうのはね、問題になってきますので、そこを考えていきますね。まずですね、お買い物編という形でですね、買い物前に食材をチェックしましょう。このね、そうそうそう、買う前に冷蔵庫や食品がこのどれぐらい入ってるかっていうものね、これどっかの長文にも出てましたよね。で、こういうのを確認しなきゃいけないんで、メモ書きや携帯スマホで撮影し、買い物時をその参考にするとか、まあこれから IoT と言われてですね、様々なものにネットがつながってる状況になったら、冷蔵庫の中身っていうのがね、すでにもうスマホでチェックできるとかね、そういう状況になってたり、何が足りないとか何があるみたいなのが見れるようになるんじゃないかなんていうふうに言われてますね。で、必要な分だけ買うと。そうですね、食べられる量だけ買う、ね、まとめ買いを避け、必要な分だけ買って食べきる。そう、だからこういうののね、さっき言ったローカルのものでね、買うっていうのはそういうことですね。長い間貯められるものじゃないですし、さらにはさっきみたいに流通がいろいろあって、その流通してる中でゴミっていっぱい出てくるわけじゃないですか。流通の中で、あ、これ合ってない、これ合ってないってたくさん捨てられちゃう。捨てられる可能性のプロセスっていうのがいっぱい出ちゃうわけですね。だけれども、自分の近くのマーケットとかで野菜とかを買えば、そのプロセスがない分、捨てられるものが少なくなるっていうね、そういう風になってます。で、期限表示を知って賢く買う。そうですね、利用予定と照らして期限表示を確認する。すぐ使う食品は棚の手前から取る。最近面白い取り組みが日本でも始まってて、賞味期限の日付を書かないで月だけにしてるなんていうのも出てきているんですよね。もうその日出てあったら、もうその日過ぎたらもう捨てちゃいますし、あとはね、自分のやっぱコンビニで働いてた側から言うと、やっぱりね、多くの人がね、新しいものから取ってくんですよ。賞味期限が切れるのが遠いものから取ってっちゃって、古いものが売れないまま残っちゃうっていうのが結構ありますね。それパンとか牛乳とかすごいいっぱいありましたね。まあちょっとね、これは月またぎとかどうするんだと思うんですけど、その辺のやつの商品はどうやって表示するんだろうとかちょっとありますし、あとはまあ商品によってはできないですからね。はい、ご家庭編。適切に保存ですね。そう、保存の仕方ね、保存方法に従って保存。野菜は冷凍乾燥など下処理しストックする、ね、食材を上手に使い切る。そうそうそう、残ってる食材から使う。作りすぎて残った料理などリメイクレシピなど、そう、これよく言ってますね。クックパッド消費者キッチンのリメイクや食材を作るレシピを参考にしましょう。 QR コードついてます。で、食べきれる量を作る。そうですね、これ非常によく言われますね。はい、体調や健康、家族の予定も配慮すると。さあ、だからこういうのを英作文で入れればいいんですよ。そう、まあだからアイデア持ってない人多いんですけど、こういうのをぜひ使ってください。で、料理できない皆様は、そうですね、この外食編の方ですね。ね、店選びと、食品ロス削減に積極的に取り組む店を選ぶと、料理の量を選べる店、量を選べる店に行くとかっていうのは使えますね。で、注文、食べられる分だけ注文する。そうですね、小盛りやメニューやハーフサイズを活用しましょう。分かってる。それをね、フードロスのテレビ番組見てた時に、全部確認すればよかったっつって、肉が大量に来てね、食べきれなかったっていうのをね、ほんと覚えてます。肉焼いてタッパに入れて持ち帰りましたね。はい、食事、料理を美味しく食べきる。そうですね、みんなでシェアして食べきる。そう、食べきるだけでもほら英作文に書けますからね、フードロス。で、味わいタイムっていうの、これなんか宴会で結構いろんなサイトに載ってましたね。はい、乾杯後30分は出来たて料理を楽しむ。で、楽しみタイム、料理を食べることも忘れず全員で親睦を深める。で、そんでもって食べきりタイム、お開き前の10分前にもう一度料理を楽しむ。漢字は食べきりを呼びかけると。なんか3010だったか3010だか、なんかそういう言葉があるらしいです。この30と10、ね、2回食べて食べきりましょうみたいなのがあるそうです。やっぱそうですね、飲み会とかね、あんまり高校生とか行ったことないと思うんですけど、すごいやっぱ残ってるんですよ。まあ私居酒屋でも働いてたことありますから、すごい廃棄するし、あとね、結構高級なレストランでもやってたことあるんですけど、めっちゃ捨てんだよね。すごいよ、もうバケツに大量にね、もう入れてくの。超高級料理が2万とかするやつがさ、どん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 溜まってって、豚が食べるの書いてあった。パイナップルの皮だったか、パイナップルだけは入れないでねって書いてあったね。そう、豚さんがお腹を壊しちゃいます、ブヒーって書いてありましたけど。そう、やっぱね、すごいんですよ。だからコンビニでも見てるし、そのホテルについてる高級レストランと、で、居酒屋でもやっぱその捨てられてるのを見てるんで、自分で。
やっぱりえげつない量です。1日で出る量なんてとんでもない量ですからね。さらには参考として食品ロスを減らすために私たちできることという形ですね。日常どんなことに気をつければいいのか、ね、難しいことではありませんよっていう風に書いてますね。これらがやっぱり英作文で使えればいいんじゃないかな。自分の書きやすいのをね、選んでもらえればいいんじゃないかなと思いますね。買いすぎ、ね、安いからと理由で買いまくらないとかね、さっきやったね、冷蔵庫の中確認するとか、長持ちしない保存方法は、そう、これも ね保存する方法を変えるっていうのもいいですね。インターネットなんとで保存方法検索、なるほどね。でレシピを知らなくて食材を調理しきれない、そう、レシピを検索しましょう。すごい、何でもかんでもインターネットで解決できますね。もらったものが好みではない、なるほどね、ありますね、そういうのね、はい、フードバンク、フードバンクね、アメリカでフードドライブなんていうのがあったりしますけど、あの寄付するやつね、これはなかなか難しいよね。日本ではなかなか書きにくいんじゃないかなと思いますね。まあ保存できるものも限られてしまいますし、はい、作りすぎをしない、そうですね、食べられる分だけ作るようにしましょう。これとかもね、いいよね。放置していて忘れていた、そう、忘れないように工夫、これはちょっと英文書きづらいかな。好き嫌い、嫌いなものでも残さず食べる習慣をつけましょう。なるほどね、そうやって書くのでもいいかもしれないですね。 I eat everything。 料理の失敗、次は失敗しないように、ジョークか、これは。調理技術の不足、頑張って上達してくださいとか、この辺なんかもうえみたいなね、書きづらいですね、こういうのはね。過度な健康志向、そうですね、残留農薬のリスクを避けることは大事ですが、実はそんなに怖がらなくてもいいかもしれません。農薬のリスクなどについて情報を得てみます。まあ情報を得るとか、ネットでやり方を学ぶとかっていうのだけでもだいぶ書きやすいのかなと思ったね。はい、そういった感じですね。食品ロスっていうのはよく出てきますので、ぜひ調べてみてください。やっぱね、自分の目で見ると分かると思います。さっきの高級レストランのやつは本当に超でかいバケツにね、何杯も溜まっていく様子っていうのをね、見るのは非常に苦痛でした。測ってみるのもいいかもしれないですね。自分たちの食品ロスがどれぐらい出てるのかっていうのを実際に目で見てみると自分のことに落とし込めると思いますね。そういうふうに環境問題っていうのは本当に自分に関することっていうのが取材されますので、最終的にその問題があって、で政府がこうしろとかですね、ガバメントとかみたいに書く人すごいいっぱいいるんですけど、環境問題って大体自分が何しなければいけないですかっていうふうに取材されることが多いので、きちんとね、こういうふうなことを知っておいてください。そう、これはこれだけじゃないですね。いろんなものが出てくるわけですから、環境問題でね、温暖化だったりとか、プラスチックウェイストね、プラスチックゴミとか、いろんなものが出てきますから、いろんなのに応用できますから、そういうのは背景知識として知っておいた方が英作文には絶対役立ちますので、はい、ぜひぜひ実践してみてください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.